こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。今日は、フルートの頭部管、ヘッドジョイント。このヘッドジョイントをどれぐらい抜いたらいいか、どれぐらいヘッドジョイントを入れたらいいか、全部入れていいのか、どれぐらい抜くんだっけっていうことについて、お話をしていきたいと思います。これ、レッスンに行かれてない方とかね、本当に自分でフルートをやってみたい、で、まずはちょっと、触り始めたいっていう方、フルートを買ってきてですね、いざ、こう、家で組み立てて、さあ、音を出そうって言った時に、まあ、頭部、この側部管はこうやって組み立てるってなんとなくね、まあ、テキストとか、Google で探してわかると思うんですけど、この頭部管ね、迷うと思うんですよ。果たしてこれ、一番最初、こう自分がフルートを買ってきて持って、家で組み立てた時、これどうしたらいいものかと、こう、全部入れていいのか、頭部管をグッと。またまた、どれぐらい抜くのかっていうの、わからないと思うんですね。で、きっとなんとなく皆さん、管が長くなればなるほど、音程って低くなる、楽器が大きくなればなるほど低い音が出るじゃないですか。まあ、オーケストラの楽器見てても、弦楽器も管楽器もそうですよね。大きくなればなるほど、低音域を担当してるということは、まあ、管が長くなれば低い音が出るということがわかると思うので、きっとこの頭部管も入れたら入れるほど、高くなって抜けば、ちょっと音程が低くなるなっていうのは、なんとなくざっくりわかると思うんですけれども、じゃあどれぐらいこれを入れてどれぐらい抜くかっていうことについては、最初ね、本当に、疑問だと思うんですね。まあ、レッスン行かれてる方はですね、先生がきっと指導してくださると思いますので。ということで、今日はまあ私のこの頭部管がどれぐらい、入ってて、またどれぐらい抜いててっていうことについて、まあ、ちょっと話していこうかなと思ってるんですけれども、冬と夏ではだいぶ変わってきますね。空気が冷たいと、やっぱり管体冷えて、管の中の空気も冷えますので、冷たい空気っていうのは暖かい空気よりも、密度が高いですので、音の高さに影響を与えて、こうピッチが低くなりますね。だから冬の方が同じこうセッティングしていても、頭部管を例えば全部入れていたらですね、夏の方が冬よりも低くなりますね。だから冬っていうのは、夏に比べて管が、この管がちょっと短く、で夏は冬に比べてちょっと長くっていうことはきっとまあ想像できると思うんですが、まあ私のフルートもきっと皆さんが持たれてるフルートも、ピッチですねは 442Hz で合ってる特注のねフルートを持っていない限りはですね、この頭部管が1センチ以内前後するって思ってください。1センチ以上、まあ 1.1 ミリとかね、1ミリぐらいの誤差だったらどうなのっていう話になってくるんですけど、まあだいたい1センチって思って1センチを前後するっていうふうに思っていただけたらいいかなと思います。1センチ以上、頭部管ヘッドジョイントを抜かないと合わないっていうことはですね、やっぱりちょっと、自分の癖なのかっていうことにもなってくる。この角度とか息の入れ具合とか癖とかそういうことになってきますので、だいたい目安は1センチ以内かなと思います。だいたい私で夏だと9ミリぐらい、8ミリとか9ミリとか測ったらそんな感じかな。で冬だとまあそうですね、5ミリとかそんな感じでしょうかね。これは人によってまあ多少は変わると思うんですけれども、かといってすごくこう2センチも抜くとか、抜かないと442のチューニングに合わないよというのはちょっとやっぱおかしいかなと思うので、先生にね疲れてる方はチェックしてもらったりですね、独学の方はもう一度この、リッププレートにどういうふうに、唇に当てるかとかですね、どれぐらいこのアンブシャホールを防いでいるかとか、息の角度とかその辺をちょっとチェックしていただければいいかなと思います。いずれにせよこの頭部管というのは1センチぐらいが目安かなと思います。夏はだいたい私だったら8ミリとか9ミリ、まあ7ミリとか、ちょっと細かいところまで分かりませんけれども、1センチ以上抜くっていうことはないし、まあ冬だったらそうですね、3ミリ、4ミリ、5ミリその辺かなっていう感じはします。練習の前にはね必ずチューナーを使ってですね、チューニングしてから練習始めてください。
で、人とね、こう合奏するアンサンブルするリハーサルにしよう、本番にしろね、練習にしよう、するっていう時はですね、これまたあのチューナーで音程を合わせたからと言って、そのままリハーサルとか練習とか進めていて、自分が絶対っていうわけではなくて、その時々でね、やっぱりあの相対的に 音程を取っていかなきゃいけないですので、細かい音程の調節っていうのは、自分で行います。自分でコントロールして行いますね。人とアンサンブルしててとか、まあ自分で練習しててもあの高音域がすごく高くなってきたからといってあの抜いてしまったり、一度チューナーで合わせたものを抜いてしまったり、いとも簡単にね、まあもちろん途中でもあのチューナーで確認するっていうのはもちろん必要なんですけれども、頻繁にですね、その高音域を練習してる時にすごく高くなってきたから、さっき合わせたばっかりのに、で次低音域は低くなってきたから、じゃあ入れようっていう風にして変えるのはちょっと違うかなと思います。一度まあ練習する前、リハーサルの前、本番の前、まああのチューナーで 442Hz で合わせていただいたら、そこからまああのちょっとあ、高音高いなって、人と合わせて高いな、人と、あ、誰かとアンサンブルして高いな、練習して高いな、低いなと思ったら、それはそれで、自分で、コントロールは、細かにやっていますね、みんなね。やってください。細かなコントロール調整っていうのは、高音がじゃあ高くなったから、じゃあ、抜こう。あ、低音低くなったから、じゃあ入れようって、その都度やるんじゃなくて、そんなことしたら、曲が流れていきませんし、そんなことできませんので、だからその時のやっぱり相対音感っていうかな、そこの部分はやっぱりこう耳を使って敏感に、ならなきゃいけないなっていう点ではあるんですけど、まあ、ちょっと今話したことっていうのは、頭部管をね、抜くとか入れるとかいう話とはまたちょっと、延長線上になってしまったんですけれども、よく本当にそういう光景がね、見られてしまうんですね。アンサンブルしてたりとか合奏してたりって、いや高いな、もちろんね、その時も必要なんですけれども、むちゃくちゃこうこまめにやるかって言ったら、一度やっぱりチューニングであった場合ですね、やっぱり高音域フルートはね、高くなる傾向にありますし、低音は低くなる傾向にあるから、その点を、加味してですね、やっぱり皆さん、コントロールご自身でしていただく、周りの音を聞きながら、自分はどの、位置を担当してるのかな、内声を担当してるのかな、メロディーなのかなとか、まあそれによっても変わりますし、あとはまあピッチのことで言うと、音程のことで言うと、プルートの OEA 事情でね、やっぱりさっきも言いましたけれども、高音域っていうのはやっぱり高くなります。低音は低くなる傾向にありますが、ダイナミクスによっても変わってきますね。やっぱりフォルテ、たくさん息を入れて、スピードを速く、速いスピードを持って演奏するとですね、やっぱりピッチが上がりますね。で、逆もしかりで、息のスピードが弱かったりとか、息の量が少なかったりすると、ピッチはね、下がってしまいますので、やっぱりそこは重心をしっかり、フォルテの時は下半身に重心を置いてですね、しっかりと上ずらないように気をつけなければいけないし、かといって、ピアノもある一定のね、スピードを持った、息の速さは必要かなと思いますね。それでなるべく下がらないように、あと息の角度なんかでね、調節するっていうことは大事かなと思います。まだフルートを買って間もないとか、まだ始めて1ヶ月2ヶ月とか1年っていう方はですね、まずこの頭部管をどういうふうにして入れたらいいのかなっていうのがね、きっと最初不思議に思うと思うんですよね。普通だったらもう私もそう思ってたと思いますし、私は買った時から先生についていたんですけれども、独学されてる方なんかはこれ果たして、全部入れていいのかな、いやそれともなんかちょっと抜いて始めた方がいいのかなっていうことになると思いますので、一応ね、1センチっていうのは目安にしていただいてですね、皆さんの楽器はきっと442で調律されて調節されていると思いますのでですね、夏はまあ大体1センチ以内ですね。で、冬は5ミリ前後、それは楽器によっても違うし、皆さんのから私が皆さん見てないまでにこうやって言うことはちょっと危険ですけれども、でも1センチ以上抜くっていうのは、あんまりないかなって思います。1点もそうじゃ 1.1 ミリはダメかって言ったら、そうじゃないと思うけども、2センチとかね、それは 1.5 センチとか、やっぱりそれはちょっと、なかなか
もう楽器がそのものがちょっと悪いのか、それとも、その人の、吹き方なのかなっていうふうに考えられますので、目安はだいたい1センチぐらいかなっていうのは、頭に入れておいていていただけたらいいかなと思います。人によってはね、このアンブシャーホールをカバーしすぎて、やっぱりあのカバーすると息が下に入って音程が下がってしまいます。逆に、アンブシャーホールをあまり塞ぎすぎないでおくとですね、今度息が、出る息も多くなりますので、入っていく息よりから音程が高くなる、そういう部分もあるんですけれどもね。今日はチューニングピッチのことに関してというよりも、この頭部管をねどういうふうに、セッティングしたらいいか、このアンブシャーホールのことじゃなくて、そのピッチに関してのこの頭部管をどれくらい入れたらいいか、抜いたらいいかということについてお話しさせていただきました。わからないことがあればぜひね、コメント欄にお声を聞かせてください。いつもご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録マナーの方はぜひチャンネル登録して、見てみてください。それではまた次回。